ジェイミー・バーナーは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、アリゾナ州フェーニックス出身、MMA ラボ所属、元 WEC 世界ライト級王者、ロックヘブン大学時代に、レスリングの全米選手権で準優勝を収めたほか、ボクシングでもカレッジ王者に就く、総合格闘技には2003年から出場し、主戦場であったローカル団体レージインザケージでは、王座を獲得した。 2006年8月26日、UFC 初参戦となった UFC62 でエルメス・フランカと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本負け、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2007年8月5日、WEC 初参戦となった WEC29 でシェロン・レゲットと対戦し、パウンドと肘打ちで TKO 勝ちを収めた。2008年2月13日、 WEC32 の世界ライト級タイトルマッチで王者ロブ・マックローと対戦し、パウンドで TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2008年8月3日、WEC35 の世界ライト級タイトルマッチでマーカス・ヒックスと対戦し、パウンドで TKO 価値を収め初防衛に成功した。二千九年一月十五日、w e c 十八の 世界ライト級タイトルマッチでドナルド・セラーニと対戦アールにセラーニに反則であるグラウンドでの膝蹴りを受け試合続行不可能となりその時点までの判定で二から一の負傷判定勝ちを収め二度目の防衛に成功した二0 1年一月十日 w e c 四十六の世界ライト級王座統一戦で暫定王者ベンヘンダーソンと対戦し三ラウンドに タックルを仕掛けたところに、カウンターのギロチンチョークで一本負けを喫し王座から、陥落した。6月20日、WEC49 でカマルシャロルスと対戦し、ローブローによるシャロルスの減点もあったがドローに終わった。12月16日、WEC 最終工業となった WEC53 でシェーンローラーと対戦し、チョークスリーパーで一本負けを喫した。 2011年 WEC は UFC に統合されるもバーナーは UFC と契約せずローカル団体で試合をしていた。9月23日にダコタコクランに敗北した際には自身のツイッターで引退宣言をしている。2012年5月26日5年2ヶ月ぶりの UFC 参戦となった UFC146 でエジソン・バルボーザと対戦し、 右ストレートでダウンを奪いパウンドで TKO 勝ち。無敗のバルボーザに初黒星をつけシャードーグのアップセットオブザイヤーを受賞した。2012年8月4日 UFC オンフォックス4でジョーローゾンと対戦し三角締めで一本負けファイトオブザナイトを受賞した。2012年12月29日 UFC155 でメルビン・ギラードと対戦し判定勝ち。 当初は12月15日のザ・アルティメット・ファイター16、フィナーレで対戦する予定であったが、計量後に、バーナーが体調不良を訴えたため急遽中止になっている。2014年2月1日、UFC169 でアベルト・ロヒーヨと対戦し、右フックで小負け、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2014年12月13日、 地元フェニックスで開催された UFC オンフォックス13でドリュードーバーと対戦しリアネーキドチョークで一本負け4連敗となり試合後に引退を表明したありがとうございます